どうもこんにちは、漫画家のカッピーです。左利きのエレン、ブラパトなどを連載しております。左利きのエレンもはじめ、私の漫画は結構セリフを結構取り上げていただくことが多くて、まあ、こういう本とかも出していただいてるんですけども、そのセリフどうやって考えたのかとか、そういうご質問をまあたまにいただくので、セリフ単位で取り上げて、このセリフどうやってどういう経緯でどんな思いで書いたのかっていうのを、ちょっとシリーズっぽくやっていこうかなと思っております。そんで、今日取り上げようと思ったのは、結構その序盤のセリフなんですが、何かにならなきゃ退屈で生きていけねえよっていう、あの主人公朝倉浩一のセリフなんですけど、結構その左利きのエレンって物語の、まあ、軸になるというか、左利きのエレンっていうのがどういう漫画だったのか、どういう漫画なのかっていうのを象徴するセリフだと自分でも思っているので、まあ、このセリフをちょっと深掘りしようかなと思っております。最後までご覧ください。何かにならなきゃ退屈で生きていけねえよっていうセリフ、まあ、ちょっとうろ覚えの人とか、まあ、聞いたことない人いると思うので、ちょっと軽くどういう経緯か説明すると、どういうシーンか説明すると、まあ、主人公朝倉浩一は、まあ、どこにでもいる普通の、まあ、若者だったんですけど、まあ、高校生からスタートするんですが、まあ、同じ高校に左利きのエレンと後に呼ばれることになる、まあまあ、いわゆる天才のアーティストになっていく、その、まあ、少女がいたと。で、彼女と出会うことで、まあ、自分がいかに凡人だったか知ってっていう話なんですけど、はい、最初にそのエレンと出会って、まあ、喧嘩のように言い合いになった時のセリフですね。まあ、そこでなんかその浩一くんはそのエレンにこうぶん殴られて、上に乗っかられて、マウントポジションになられながら、こう床に倒れながら言うセリフなんですよ。何かにならなきゃ退屈で生きていけねえよって、まあ、すごいかわいそうというか、もうまさにその絵の通りマウントを取られた状態のセリフなんですけど、まあ、ちょっと余談ですけど、その浩一はというか、左利きのエレンに登場する天才キャラって大抵浩一にマウントを取ってるんですよ、物理的に。佐久間威風っていうカメラマンのキャラクターとかも後に、まあ、浩一にのしかかって、まあ、それは本気のガチ喧嘩なんですけど、まあ、ぶん殴られるシーンがあるんですけど、そこでもうマウントを取られてるっていう、その、まあ、上に乗っかられるっていうのが結構その何でしょう、そのお決まりで天才に乗っかられるシーンが多いんですよね。ちょっとそういう視点でちょっと見返してもらうと、出てくる登場人物、天才キャラには大抵乗っかられてるんですよ。まあ、そういうちょっと自分の中のルールもあったりして、まあ、そういうその後のそのお決まりごとも生まれるぐらい、その結構その一番大事な最初のシーンなんですよね。そのエレンに殴られ乗っかられるっていう、マウントを取られるっていう、そこから、まあ、浩一の物語が始まる。でその最初に吐き捨てた、その何かにならなきゃ生きていけねえよっていうセリフが、まあ、どういった意味を持つのかなと思った時に、もともとその左利きのエレンっていう漫画をどういう漫画にしようかと思った時に、まあ、実はそのアンチ少年漫画として左利きのエレンを描こうと思ったんです。でそれがどういうことか、ちょっと順を追って説明すると、まあ、私自身その何かになるんだっていうふうにずっと思ってたんですよね。その何者か、まあ、漫画家になりたいと思ってた時もあるし、その後映画監督になりたいみたいな、それこそなんかスターウォーズみたいな、なんか超大作の映画監督になりたいとかすごい思ってたんですけど、その後はまあなんかドラマの脚本書きたい、放送作家やりたいとか、なんかその物語を作る仕事にすごい憧れてたんですよ。でなんか物語を作るっていうのだけはなんかイメージがあって、でもなんかあれやこれやって迷った時期があって、とにかく何かになりたかったんですよ、その普通じゃない何かに。で僕漫画好きだったんで、そんなになんかめちゃくちゃ詳しいわけじゃないんだけど、その普通に人並みに、その当時の少年なりに、そのルローニケンシンからドラゴンボールから、もうやっぱなんか自分は誰だって言ったら主人公だと思ってたんですよ。そんなことないのに主人公ばっか見てて、
でもなんか一番好きなキャラは大の大冒険だったらポップだったり、多分どっかで分かってたんでしょうね。そのルローニケンシンだったらヤヒコだったり、そのすっごい大きい壁、身近に天才主人公がいて、その隣ででも俺だって俺なりに頑張るぜっていうキャラクターがすごい好きで、だから頭では心では分かってたのかもしれないけど、主人公ではないって、でもなんかずっと主人公になれるんだ、なるんだってずっと思ってたんですよね。だ本当にそのずっとその漫画っぽい風に全部捉えてて、エレンにも佐久間 F っていうその少年漫画脳と呼ばれる、そのもう頭の中パッパラパーで少年漫画みたいなことしか考えてないっていうキャラクターが出てくるんですけど、例えば自分がニューヨークに留学に行くっていうシーンで、ニューヨーク編の開幕だって自分で言っちゃうとかで、それを、漫画上でやってんのが左利きでエレンじゃないですか。そのエレンっていうキャラクターがニューヨーク行くときはまさにその第何章ニューヨーク編っていうのがもうバーンって始まるんですけど、あれが、まあ、ある種皮肉というか、その佐久間 F はその誇張した中二病というか、その誇張した少年だと思うんですよね。だからあのハリウッドザコシショウがやってる中二だと思ってもらえばいいと思うんですけど、あそこまで行かなくても僕にもあったし、その少年心なんかあるためにこいつは面白くなってきたぜとか、そういう心どっかであったと思うんですよ。自分が主人公だったらこれいい展開だなみたいな、ないか、あんまないか。僕はあったんですよ、結構あって。でそれが結構あったから、その逆に苦労したことも多くて、そのまあ自分の経歴言うと、まあ、広告代理店のクリエイターになりたいっつって、その美大に行って、美大も今一浪してるんですけど、一浪して、まあ、なんとか入って、その後も同級生にすごい才能ある人ばっかいて、美大編の主人公俺じゃねえなみたいな、なんか美大に来たら俺その他大勢じゃんみたいなのを結構感じ始めるんですよ。だから多分僕遅い方だと思うんです。美大に入った頃に気づいた、まあ薄々気づいてたんだけど、美大に入って明確になってしまった。ああ世界は自分を中心に回ってないんだと思って、それの延長線上に、言い方悪いけど、そのまあ電通じゃない広告代理店に入って、スターじゃないクリエイターになったっていう、そういう人生が後にこう続いていくんですけど、それでまあそのまあしがない、その大勢いる中の一人のクリエイターとして社会人経験を積んでいくんだけど、そこでまあいろいろあって、左利きのエレンって漫画を描き始めるに至るんですが、そこでやっぱ描きたいなと思ったのは、その自分はその少年漫画の、その少年漫画の主人公かもしれないという、なんかそういう思いと、そのちゃんと折り合いをつけれただろうかっていう、まあ、それを象徴するセリフが、何かにならなきゃ退屈で生きていけねえよっていう、本当にそう思ってた、何かにならなきゃ生きていけないと思ってた自分、それを主人公にして、こうなりたかった理想のもう何者かだよね、天才、もうザ天才っていう存在を、まあ、作ったのがこの左利きのエレンっていう存在なんだけど、もしも自分が高校時代にこの大天才と出会ってしまっていたら、自分の人生どうなってたのかなっていう、まあそういう物語でもあります。最初にそのアンチ少年漫画って言ったのは、その別に少年漫画をなんかディスるとかそういう意味じゃなくて、その少年漫画をどうしたら卒業できるのかっていう、その普通に娯楽としてさ、その別に趣味でさ漫画読むのは全然いいんだけど、そのなんか僕みたいに結構そのどっぷり浸かりすぎて、その自分が主人公なんではないかとか、友情努力勝利で自分はなんかその大成功を収められるんじゃないかとか、そういうそのでもある種呪いですよね、少年漫画の呪いと言ってもいいかもしれないけど、その自分はそうなれる可能性があるんだ、だから慣れてないんだったらもっと努力努力努力とか友情友情友情なのかなみたいな、なんかそういう思い込みですよね。でこれってなんかその少年漫画って
お前何歳だよって思われるかもしれないけど、これ今全然あって、その現代の30代でも全然あって、それを意識高い系と呼んでるんだと思うんですよね。だからまあそのだ誰かっていうのはちょっと俺は分かんないけど、その落合さんとかさ、箕輪さんとかさ、文化人的な人たちもいるし、そのまあ経営者だったらね、もっといっぱいいるよね、その前澤さんとかさ、なんかそういうさ、その人たちがなんか YouTube とかやるとさ、みんな見るわけじゃん。僕も見るし、すごい見るし、それでさ、なんか見てるうちに自分も何者かにならなきゃいけない気がしてきませんか？なんか僕は結構そういうね、そういうトップランナーたちの熱い言葉を聞いて結構ズワズワっとしちゃって、なんかもっと頑張んなきゃって思っちゃう単純なやつなんで、その割と思っちゃうんだけど、でもそれもある種呪いだと思うんですよね。そのジャンプを読んでズワズワズワってしちゃう少年と、あの落合さんの言葉を聞いてズワズワって奮い立ってしまう、あのアラフォーの大人も同じだと思うんですよね。だからそれを左利きねねの劇中では少年漫画脳とか、あの主人公シンドローム的な、そういう主人公にはなれないのに主人公だと思ってしまう人たちっていう風に描いてて、だそれを今風の割とそのチンプな言い方すると意識高い系だと思うんですよ。まあ皮肉なことに、そのやっぱり意識高い系の人はだから逆に左利きねね好きなんですよね。その分かるから、共感度合いが強いから、だからそうもなるし、だからそのまあ割と循環してるんだけど、そのまあかつてのジャンプの少年漫画のは今のそのやっぱりあれ、その金婚西野さんのさ、その ラジオを聞いたりとかする層と割と近いのかもしれないけど、ずっとその何かに憧れてる人たちって絶対いると思ってて、でそれが悪いことなのか、卒業すべきことなのか、あるいはその願い続けて叶わないものなのかとか、なんかそういうのをあの言うのは簡単なんだけど、そのマジで考えなきゃいけないと思って左利きねねを書き始めたんですよね。あの主に自分のために。だから漫画家になって、その会社を脱サラして漫画家になって、その左利きねねって漫画を書くこと自体がさ、漫画じゃん。その今の話で言うと普通は やっちゃダメじゃん、そんな無謀なこと。まあまあの年収もらってた会社員がさ、急に会社辞めて漫画描きます。しかも最初の頃の画力なんてさ、もう鼻で笑われるし、なんかそういう無謀なことをやってること自体が漫画的だし、これをやってやりきってそのどうなるかがそのアンサーだと思ったんですよね。で実際まあその今ね、普通にそのあのジャンププラス版のエレンは完結してるけど、その原作版はまだ続いてるし、そのまあ新連載とかも始まって、一応その漫画家としてあの生きていけているっていう中で、そのまだその答えが出てないというか、まだ挑戦してる途中なので、その何かになれるかもしれない、だからそれがはっきりするまで頑張ろうっていう気持ちでやれてるんですけど、だから何かになれきゃ退屈で生きていけないっていう言葉はちょっと2段階結論があるなと思って、手前の答えはそんなことないだと思うんです。何かにならなくても生きていけるし、その別に幸せになれるし、逆にそのまあ左利きねねで、ね、何度も描いてるように、じゃあいざ天才と呼ばれる人生を歩んでしまったら、失うものもあると、手に入らないものもあると、一角の何か何者かになるかならないかが幸せになれるかポイントではないと思うんですよ。だからやっぱ人生の目標ってさ、その幸せになる、なれるかだと思ってて、まあ、そうじゃない人もたまにいるんだけど、幸せにならなくてもいいから名を残したいって人も本当にたまにいるから、ちょっと断言はできないけど、僕みたいな普通の、ね、人間的には幸せになることが目的だと思って生きてるから、だとしたらその何かにならなきゃいけないわけじゃない、それが1個目の結論だけど、もう1個奥にその
本当に何者かになれないかどうかは確かめた方がいいと思うんですよ。やっぱりその意識高い系というか、その少年漫画脳というとその結構人限られると思うんだけど、そこまでのなんか人は大人にはあんま少ないと思うからちょっと限られるけど、でもやっぱりあのいちいちさ、そのあのホリエモンチャンネルとかを見てさ、おおってなったりさ、そのひろゆきさんのチャンネル見てさ、おおってなっちゃう人たちはいるわけじゃん。俺もなっちゃう、なっちゃう。うちはさ、なんかワンチャン俺はなんかになれんじゃないかってみんな心のどっかで思ってるわけで、それをこうどっちか、もう本当に本当に成功するか、あのもう失敗してやっぱなかったこっちの道はってなるか、どっちかをやって、その少年漫画のニアイコール意識高いのを、特級呪物をあの浄化させてあげないといけないと思うんですよ。まあ、なのでその左利きネネって物語はそのなんか部分的に切り取られると、その意識高い系の大好物みたいに思ってる人も多分いるし、まあ実際意識高い系の人がさ、うめえうめえって 食える料理はさ多いんだけど、あの結構その両方の問いをずっとやってる漫画なので、そのなんかやっぱりその今話した問題の考える一助としてその読んでほしいなと思うし、その第1部終わって今第2部第3部って続いてるんですが、その第3部の高一なんかもう僕と同い年ぐらいの設定なので、36歳とかの設定なので、あのもういい大人なんですよ。もうさすがにいい大人で子供もいるしっていう中で、その元少年漫画脳の朝倉浩一が今現在どういう葛藤をしているかっていうのは、ちょっと第3部まで追っかけて読んでほしいなと思っております。まあ、なのでその振り返ってみて、その何かにならないと退屈で生きていけねえよっていうのは本当に左利きのエレン その最初の問いかけであって、その問いをいろんな角度でこう考えていくっていう物語だったなって今改めて思いました。まあ、そんな感じでちょっとまたリクエストなどあれば、そのコメント欄とかでこのセリフについて深掘りしてほしいとかあったら、そのまたやろうかなと思います。であと、まあ、いいねとかあのチャンネル登録とかしていただけると大変ありがたいです。あと100人ちょいぐらいであのチャンネル登録者数5000人いくので、まあ、5000人いったからといって何色の盾ももらえないんですけど、でも気持ち的にちょっとあのもうちょっと頑張ろうって気持ちになれるので、よかったらチャンネル登録、グッドボタンよろしくお願いします。またなんかこういうなんかこのセリフ深掘りに限らず、なんかそのなんか他に漫画にまつわるこういうのをやってくれとかもしあったら、コメントください。それではありがとうございました。